南西諸島域が梅雨明けした直後の気圧配置下市南風は沖縄県において梅雨明け直後に吹く湿気を帯びた南南西の比較的強い風である沖縄では梅雨明けを知らせる季節風として知られている沖縄県での梅雨明けは下市の頃であることが多く下市南風と呼ばれる宮古八重山地方ではカーチーバイと呼ばれるほか古生についてはカーチベ カーチバイなど、沖縄県内においても、地域差がある。上述の通り、湿気を帯びた南南西の風で、風速はおおむね秒速5メートル秒速10メートルである。南西諸島域においては、梅雨が明けると同時に、太平洋高気圧の勢力下に入るが、下市南風は、この際に吹く顕著な突風を指す。梅雨が明けた、南西諸島から、伊豆諸島、小笠原諸島域では、 地球の時点がなければ、仮想では、東の高圧側から、西の低圧側へ向かう風が吹くはずである。しかし、時点の力の影響のため、等圧線に沿って、低気圧側を左手に見る方向の風となる。したがって、西側の低圧部を左手に見る方向、つまり南寄りの風が卓越する。例年6月下旬以降、西日本にもたらす。 多量の降水量は貿易風により本来熱帯収束帯へ運ばれる。はずの亜熱帯高気圧域の水蒸気が、この下市南風によって梅雨前線に運ばれることによってもたらされる。南西諸島で梅雨が明ける頃を境に、太平洋高気圧の軸が西へ張り出し、インドモンスーンに対応する低圧域は東に張り出す。そのためカナンから南西諸島域にかけて南北に走る。 東圧線が急激に混み合う。これに伴い、北緯25度付近では、西帝東高の気圧配置となる。このため、コリオリ力の影響を受けて、下層の南寄りの風が強まる。下手南風の急激な開始と、下中から日本列島域の梅雨の最盛期の始まりという一連の現象は、インドモンスーンに伴う南アジア域の低圧部の、東園がはるか東に張り出すことによる。 仮想南風強化の影響を強く受けていることになる。2005年6月14日には沖縄気象台にて同日午前8時49分に最大瞬間風速26.5メートルが観測された。同気象台はこの強風は北の海上に停滞する梅雨前線に南西からの風が吹き込んだのが原因と分析。これは梅雨明け間近に吹く。 ゲシュナンプルが強く影響したものと考えられる。ありがとうございます。